はい、皆様こんばんは。お酒の塾長です。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯486杯目になります。今回はスコッチのブレンデッドウイスキーです。非常に有名なスコッチウイスキーの登場です。明るく楽しくいただいていきましょう。お酒の種類はブレンデッド、スコッチ、銘柄オールドパーシルバー、原産地スコットランド、製造者マクドナルドグリーンディースディスティラーズ、輸入者 MHD モエヘネシーディアジオ、アルコール分 40% になります。金額は2948円で購入をさせていただきました。1871年創業したグリーンリースブラザーズ社、現在のマクドナルドグリーンリースディスティラーズが作るスコッチのブレンデッドウイスキーの登場です。このオールドパーの銘柄っていうのは1909年頃ね、登場したっていうふうに言われますよね。今回の容器、そしてこの箱に英語書かれているので読んでいきましょう。抜粋して読みます。オールドトムパートーマスパーエイジド152イヤーズ。オールドトムパーさん、いわゆるトーマスパーさんは152歳、すごいですね。152歳という年齢でしたというね、そういう方でして、まさしくこれが、オールドパーさんですね。トーマスパーさんということなんですね。152歳で天寿を全うされたというね、イギリスでね最長老ということですね。 A man who lived in the region of 10 English sovereigns。 うん、トーマス・パーさんはですね、10人のイギリスの君主王様の治世に生きた男性でして、 is interred at Westminster Abbeyということなので、このトーマス・パーさんはですね、ウェストミンスターアビー寺院にですねお墓がありますよっていうことですね。1483年生まれ、1635年にね、この世から去られたっていうことなんで、152歳、日本でいうと室町時代から江戸時代前期っていうことですね。イギリスの王様からするとエドワード4世の時代から10人の王様が変わってですね、チャールズ1世までの152年間をね、全うしたってことなんですね。なおね、チャールズ1世っていうのはあれですね、政教徒革命、ピューリタン革命でね、敗れた王様でもありますよね。そのね、10代の、10人の王様の中で有名な王様は、ヘンリー8世と、あとはあれですね、イギリスを、世界で最強にしたエリザベス1世、エリザベス女王、それがね、この10人の中の1人。まあ、そのような時代にね、この、パーさん、トーマス・パーさんはね、生きてはったってことなんですね。オールド・トム・パーさん、いわゆるトーマス・パーさんの長寿をですね、ウイスキーの熟成、そして生きた奇跡、その知見をウイスキーのブレンド技術になぞらえてですね、また、この銘柄が末永く後世に伝わっていきたいという願いを込めてですね、このブレンデッドウイスキーの名前がですね、オールドパーっていうね、名前になったんですね。で、続いてね、英語を書かれているのは、これはね、お酒の質、酒質の話ですね。読んでいきましょう。In years past, during a notorial Scottish winter。 うん、過去数年、有名なスコットランドの寒い冬の間、何があったかというと、Legend has it that some barrels of rare premium scotch were left outside in the cold and often snowy weather by mistake。 そうですね、伝説によりますと、希少で稀なプレミアムなスコッチウイスキー、スコッチの原酒が入った木樽のいくつかはですね、ミステイク、間違って誤ってですね、外にね、残された、寒くてしばしば雪の降る気候の中でですね、ウェアハウス、
樽熟成させる、樽貯蔵させる倉庫から取り残されたっていうね、ことが伝説によると言われてるんですね。Do same, the resulting super chilled liquid tasted somehow smoother. そうなるとどうなったかというと、同じようにですね、急に冷却、スーパーチルド、急冷却した結果ですね、その液体、いわゆる、外で野ざらしにされていたウイスキー原酒はですね、どういう理由かわからないんですけど、滑らかでですね、スムースな味わいになったんですよと、そういうね、伝説といいますか、過去があったんですね。Some say it was an accident, some say it was destiny. この現象はですね、アクシデント、事故だったという人もいればですね、逆にディスティニー、運命だったという人もいるっていうね、気軽に入ってる原酒がね、冷えた環境、置かれた環境のウイスキーは非常に滑らかでスムース、まあ、良質な味だったっていうことなんでしょうね。Inspired by this, we have created old par silver, chill filtered to minus 6 度 degrees.この伝説の話、この昔話にインスパイアされ、発奮、アイデアを得てですね、今回のこのオールドスパーシルバーっていうのはですね、マイナス6度にあえて冷却ろ過されて作りましたよ。それがですね、オールドパーのシルバーっていう銘柄なんですよっていうことですね。The result is a smooth blended Scotch whiskey that is perfect for drinking on everyオケージョン。そのマイナス6度にですね、冷却ろ過された結果ですね、どうなったかというと、あらゆるオケージョン、機械に飲むのに最適なスムース、これがポイントですね。今回のね、銘柄はですね、スムースなブレンデッドスコッチウイスキーが完成したんですよっていう表記ですね。Whether it is out with friends, a BBQ at the weekend or just partying withファミリー&フレンズ。どのような機会に最適かというとですね、その機会っていうのは、フレンズ、友達とのね、外出でも、週末のバーベキューでも、家族や友達とのパーティーでも、いずれの機会でもよろしいでしょう。言い方を変えるとですね、万人受けすると言いますか、オールマイティ的な酒質、スマートで、ニュートラルな酒質のような、どの方々が召し上がっていただいてもですね、美味しく納得できるというね、そういうバランスの取れたウイスキーなんだよっていう、そういうことが意図されるのではないかっていうふうに思いますよね。オールドパーといえばですね、ブレンデッドウイスキーなんですけど、メインのモルト原酒、モルトウイスキーの原酒は何か。オールドパーといえば絶対出てくるのがですね、スコットランドのスペイサイド地区のクラガンモア上流所ですね。クラガンモアが作るモルト原酒、これがですね、オールドパーのね、重要な原酒って言われてますよね。クラガンモア、ゲール語で突き出た大岩のある丘、それがクラガンモア蒸留所ですね。しかしながらですね、もう一つ原酒、なんでしょう、忘れたくないと言いますか、脚光を浴びせたいですね。それは何かというとですね、この製造者であるマクドナルドグリーンリースディスティラーズのですね、もともと所有し始めたですね、同じくスペイサイドのダフタウン、名城地ですね。ダフタウン地区にあるですね、グレンダラン蒸留所。グレンダラン。ゲール語でダラン川の谷っていうね、このグレンダラン蒸留所もですね、オールドパーのですね、重要な、モルト原酒の一翼を担ってるというふうに考えてもいいでしょうね。今回ね、いただくオールドパーのシルバーっていうのはですね、2015年ですね。2015年に、これ面白いと思うんですけど、日本市場限定銘柄、限定商品として登場したっていうね、日本向けの仕様っていうことなんですね。まあ、それだけね、オールドパーは日本で人気があるっていうふうに言えるんですけど、日本以外も当然ながら世界では有名で、特にこのオールドパーっていうね、銘柄、まあ、シルバーは日本だけなんですけど、一般的なオーソドックスなオールドパーっていうのはですね、ラテンアメリカにめちゃくちゃ人気あるんですね。ラテンアメリカ、南米、特にコロンビア。コロンビアではですね、圧倒的に暗飲されてるっていうスコッチウイスキー。また、メキシコ、メキシコでも人気がある。まあ、そのように、南米、ラテンアメリカでも人気がある。そして、日本でも人気がある。
で、日本限定仕様が今回のいただくシルバー、オールドパーシルバーっていうことなんですね。私これね、初めて飲みますね。飲むのがとても楽しみです。オープンをしていきましょう。はい、まさしくこのオールドパーと通常品と同じようなボトル、同じボトルですね。同じボトルに、通常品はゴールドだったと思うんですけど、それがシルバーになってるというね、そのような印象ですね。で、ここにトーマス・パーさんの肖像が、確かこれルーベンスやったね。ルーベンス、画家のルーベンスが、記載した、描いた文ですね。オードバー、シルバー、ブレンデッドスコッチ、ウイスキー、チルドフィルターズ。あえてこのチルドフィルターズを売りにしてますよね。マイナス6度で、冷却ろ過した。たまに他の銘柄、一般的なね、ちょっと違う銘柄とかだったら、ノンチルフィルター、ノンってついてですね、あえて中とチルフィルターをかけてない、冷却ろ過をしてないって銘柄がね、結構多いっていうか、あるんですよね。それによってですね、なんて言うんでしょうかね、旨味成分とか他の雑味成分をあえて残す、ノンチル、いわゆる冷却ろ過してない方がですね、そういう成分がたくさん入る。しかし、冬とか冷えてしまうと、その、旨味成分、雑味成分がちょっと析出してですね、場合によってはゴミ、異物と思われるっていうことがあるので、それを避けないといけないので、こうやって冷やして、冷却ろ過するっていうのが一般的なウイスキーなんですけど、まあ、あえて書くことないんですけど、このね、オールドパーのシルバーは、あえてですね、チルフィルタードっていうふうに書かれてるっていうのが面白いですよね。で、例のごとく、確かこれ右肩上がりで立つんですね、ボトルがね。立ちますかね。行きましたね。このようにボトルが立つ仕様になってるというね、斜めにですね。まあこれで景気がええからとかいうことでね、日本でもよく愛されたっていうね、のが、今回の姉妹品、上位銘柄である、オールドパーの12年なんですけど、まあ今回はシルバーですね。これはスクリューキャップですかね。開けていきましょう。こんな感じで開くんや。おっと、手が滑りましたね。危なかったね、今ね。アクシデントが起きましたね、アクシデントね。失礼いたします。まあ、たまにはこういうアクシデントもいいね、やっぱりね。まあ、いいっていうこともないけど、ちょっと、非常に焦りましたね。撮影やり直しかというふうに、ちょっとね、思ってしまった一瞬がありましたね。オールドパー、シルバー、ストレートを失礼いたします。まずは外観は、いかがでしょうか。結構色が濃いような、ゴールド、琥珀、アンバーですね。より、なんて言うんでしょうかね、オレンジが豊かのようなですね、そのような外観色っていう風に言えますね。まあ、推測されるには、シェリーダルが、ある程度の構成比率が高いんではないだろうかと。シェリーダルで、熟成させた原種の構成比率が高いんではないだろうかっていう風にね、外観では思いますけど。まあ、これはね、香ってみて飲んでみるしかわからないですし、最終的には推測になりますけどね。どのような香りでしょうか。失礼いたしまーす。なんて言うんでしょうね、クリーム、バニラアイス、ラクトアイスのような、そういうね、変な意味じゃないですけど、シンプルな甘さの香りがヒュッて出てきましたね。で、穀物です。穀物系統の、麦とか、あとはですね、コーンとかライ麦、ライ麦は入ってないかもしれないね。小麦とかそのようなですね、グレーン、穀物のね、甘さを感じるような、そういう第一印象で、あれですわ、ラムレーズンとかですね、そういうちょっと果実系統の香りもヒュッてきますね。それとですね、ラクトアイス、バニラアイスがですね、うまいことマッチングしてるような。しかし第一印象最初に出てきている優位な香りはですね、バニラアイスのような。そしてレーズン系統。そして、あれですわ。ナッツのようなアーモンドとかクリームを思わせるような印象もありまして。あれやね。樹液。いわゆる木ですわ。材木、樹木。そういう木？木の皮の匂いっていうんですかね。そんな匂いもできましたね。面白いね。最初シンプルかなとか思ってたんですけど、意外にね、様々な香りが、出てくる。じわ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 刑事的に出てくるというような、そういう複雑性のあるような、ストレートの香りっていう風に思いましたね。いや、面白いね。楽しみですね。飲んでいきまーす。
直線的な苦味といいますか、シンプルでスマートに入ってきますね。甘くとろっと最初は入ってくるんですけど、ダイレクトなですね、リファインされた苦味、そして直線的なですね、コク、味わい。うん。で、余韻もね、良くてですね、ドーンと入ってきてですね、で、スムースですね。滑らかにスムースに流れていきますわ。で、お腹の、中がですね、アルコール感で満ちていく。ポッカ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 とぬくもっていくような、そんな印象のストレートの趣旨ですね。続きまして、オールドパーシルバーの加水を楽しんでいきましょう。これぐらいかな。さあ、どのような、加水の味わいになるんでしょうかね。失礼いたします。加水です。香りを取ります。穀物ジュースですわ。ですね、大麦、小麦、コーンを混ぜた穀物ジュース、グレーンジュース、あとは黄色い飴、麦芽飴とかね、そういうね、穀物からできたような飴っぽいような印象。やはりですね、その穀物オイルではないですけど、なんか色がね、私シリーダルの方がオロロソ系統のシリーダルのような香りが結構ある程度するんかなと思ったけど、そういうことではなさそうな印象ですね。ただナッツ的なアーモンド系統、あれですわ、ヘーゼルナッツとかね、そのようなね、香りもしますので、まあそれはね、どちらかというと落ち着いた感じ、控えめなものになるんですけど、全体的にうまいことですね、各種の複雑な構成によって出来上がってる、そのようなね、印象のあるような加水ですね。いや、なかなかあれですね、いい意味つかみづらいというかですね、面白い、魅力的な香りですね。加水を飲みまーす。いや、スマートやね。ご説明通りですわ。スムースに滑らかにスマートに入ってきますわ。柔らかい印象ですね。さらっとスルッと軽快に紳士的に入ってきますね。そのようなね、滑らか系統、スムース系統、軽快系統、ライト傾向。しかしライトって言ってもね、アルコール分、40% ありますので、アルコール度数っていう意味ではライトではないんですけど、重いものというよりもどっちかというとですね、軽くて軽快でライト、さらっと飲めて何杯でも飲み続けられるような、スムースですね、滑らかですね、シルクのようにベルベットのように羽毛布団のように流れていきますね。そのような加水の趣旨っていう風に思いました。続きまして、オールドパーシルバーのロックを頂戴していきましょう。開けやすいキャップですよね。ですので、さっきね、つるっていきそうになりましたよね。まあでも、こういう開けやすいキャップっていうか、その意をね、やっぱりね、スマートに開けれることができたら、ちょっとなんか、うまく言えませんけど、なんだろう、かっこよさが出てくるかなっていうね。まあそう思うのは私だけですかね。あ、結構サラサラいきますね。まあこんな感じかな。よいしょ。どっこいしょ。はい。はい。ロックできましたね。さあ、なんだろう、これもとても期待できますね。どのような趣旨を私に教えていただけるのでしょうかね。ロックでーす。さらにスマートになりましたね。めっちゃ滑らかですわ。しかしですね、飲み込んだ時のですね、非常に豊かなコク、豊かな余韻、力強い、骨格が強い、骨太、頼りがいのある、器量の大きい強さっていうのがありますね。スマートに滑らかにさらって入ってきて、スルッと入ってきて、紳士的だっていう風に思われるんですけど、最終的にこの、後を引く、力強いコク、豊かなコク、この納得できるようなですね、非常に大きいコクというんでしょうかね。それがまたですね、次のもう一杯が欲しくなる、至福の時を過ごせるに違いないっていう風にね、改めて感じましたね。では、最後に、オールドパーシルバーのソーダ割りを頂戴していきましょう。ソーダ割り結構推しにしてましたよね。
やはりこれはもしかしたら、もしかしたらっていうこともないんですけど、ハイボールの、なんでしょうかね。それに、当てがうじゃないですけど、ハイボールでたくさん楽しんでいただこうという、そういうね、コンセプトっていうのがね、感じられる、そういうね、なんでしょうかね。アナウンスだったような気がしますね。まあ、こんな感じかな。うん。そうだ、もう元気ですね。私もおかげさんで元気にやってます、本当にね。お酒の量は最近ちょっと減ってきたような感じはしますけどね。明るく楽しく飲んでいきましょう。いや、美味しそうやね。ソーダ割ハイボールの完成です。ちょっと一瞬香りを取っていきましょう。うん、やっぱりソーダ系の感じですね。いわゆるコーンポタージュのような、コーンのようなね、そういう印象があります。飲みまーす。なるほど。納得いきましたわ。これはソーダ割り美味しいですね。スルッとね、軽快で入ってくるんですけど、スマートなんですけど、しかしながら、後のコクが豊かですね。豊かって言っても、思いっきり豊かっていうわけじゃなくてですね、納得できるような、なだらかに流れていくようなコクですね。いやー、これはあれですね、何杯でも飲み続けられる酒質ですわ。で、ソーダもあってアルコール数もね、大体どうなんだろう、3対1ぐらいやったのかな、10数パーセントかなのアルコール度数だったんですけど、非常にバランスが良くてですね、ぐい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 飲んでしまう、このソーダ割り、深く納得することができました。オールドパーシューバー、ありがとうございました。出会えて本当に嬉しいです。では、今夜は、スコッチのブレンデッドウイスキー、オールドパーシルバーで、乾杯！お酒の熟成でした。